飯塚国際車椅子テニス大会は今日午前10時から飯塚市内の2つの会場で始まりました。初日の今日は男子、女子、手にも障害がある選手のクラスクアードでシングルスの1回戦が行われています。今年は40回の節目となる大会で、今年8月から行われるパリパラリンピック代表選考の基準となる世界ランキングのポイントにもつながることから、21の国と地域から97人の選手がエントリーしました。日本からはパリパラリンピックへの出場が内定している男子の小田凱人選手や女子の上地結衣選手も参加しています。大会は今月14日までの6日間の日程で行われ、13日土曜日と14日日曜日には飯塚市内でパブリックビューイングも予定されています。